パウル・ミューラー・ケンプはドイツの画家、版画家である。バルト海沿岸の漁村、アーレンス・ホープの芸術家村の形成に貢献した、オルデンブルクに生まれた。父親はオルデンブルク大公国の軍医であった。オルデンブルクの高校で学んだ後、デュッセルドルフ美術アカデミーで学び、1883年からはカールスルーへの美術学校で風景画家のグスタフ・シェーン・レーバーに学んだ。 1886年からは、ベルリンの美術アカデミーで、ハンスギューデに学んだ。1889年に、友人のオスカー・フレンツェルと写生旅行をした時に、バルト海沿岸の漁村、アーレンスホープの風景に魅せられ、メクレンブルクの画家、カール・マルチンと知り合い、1892年に、アーレンスホープにスタジオを兼ねた住居を建てた。 1894年からに絵画学校を始めた。同僚の画家が同じようにアーレンスホープに住むようになり、ゲレスハイムやエリーザベト・フォンアイケンラとアーレンスホープの芸術家村が形成された。ミューラー・ケンプはアーレンスホープで活動する一方、故郷のオルデンブルクでも活動した。1904年に美術学校の生徒エルゼと結婚した。 ミューラー・ケンプ夫妻は彫刻家のシェンと共に、オルデンブルク芸術家協会の設立メンバーになった。1905年に、北西ドイツの色々な展覧会で活躍し、オルデンブルク広告から勲章を得た。1906年から1912年まで、オルデンブルクの美術品購入委員会の委員に、任じられた。風景画家として高い評価を得た。ありがとうございます。